も皆さんこんにちは。共謀罪は廃止しようという共謀罪の実行委員会、今日はデジタル庁構想の狙いは何かということで、宮崎さんの勉強会もありますが、ちょっと参議院は予算委員会をやっておりまして、でも資料いただきましたので、しっかり勉強していきたいと思います。今 の伊波洋一さんの参議院議員の話を聞きながら、本当にその通りだと思いました。まさに石垣、宮古、奄美大島、自衛隊基地ができるところ、ずっと島々を訪ねて現場に行きました。で、自衛隊の作った島奪還作戦っていうビデオがあるんですね。それはまさに住民が出てこないんですよ。基地が占拠されて、それを奪還するぞっていう計画なんですが、そこに住民は出てこないんです。ですから今伊波洋一さんがやはりその石垣であれ、宮古であれ、奄美大島であれ、南西諸島がまさに、その戦場の現場になるという懸念を非常におっしゃいましたけれど、本当にその通りだと思っています。安倍政権の下で共謀罪、秘密保護法、安保関連法、戦争法など違憲の法律ができたことに強く抗議し、これを廃止しなくちゃいけないというふうに思っております。共謀罪で、まさに共謀罪の先取りやいろんな形で組合の弾圧やいろんなことも進んでいる、このことと一緒に戦っていきたいというふうに思っています。で、国会では今まさに日本学術会議の問題に関して非常に議論が沸騰しています。これはもう支離滅裂の答弁で全く答えられていません。総合的、俯瞰的に多様性が大事だとこう、言いながらですね、女性と若手と私立大学の人を6人を排除したと。で、6人の排除の理由は一切言っていません。で、ご存知、この、総理大臣の任命権は形式的任命権だと国会の答弁でも書面でもずっと出ていて、一度も今まで拒否をしたことはありません。それが菅内閣になって6人拒否して、ちゃんと答弁しない、支離滅裂な答弁に本当に怒っています。ただこれを任用拒否をする政府に少しでも何かの形で異を唱える学者を要するに排除する。でも皆さんどうですか。安保関連法、戦争法の時に集団的自衛権の行使は憲法違反だといった憲法学者は 99.98%、 あれは 99.999% ぐらいで、要するに政府の法律の方が違憲で間違っているわけで、学者がその思想信条と学者の矜持で違憲を言うことを弾圧する社会を本当に作っちゃいけないというふうに思っています。今回の問題は総理大臣が学者の選別をしているということです。総理大臣が学者の選定をしているということです。これを本当に許してはならない。で、学問の自由は表現の自由、言論の自由と直結をしています。だから学者の問題、学術会議の問題ではなくて、私の、あなたの表現の自由、言論の自由がまさに侵害をされているんだというふうに思っています。先ほど伊波洋一さんからもお話がありましたが、戦争が起きるときにそのずっと手前でみんなが声を上げることをやっぱ弾圧して声を上げられない社会を作るというのが戦争への道だと思っています。安倍内閣で教育とメディアに対する介入をし、内閣人事局でまさに700人の官僚の人事権を牛耳りました。私は昨日参議院の予算委員会で内閣法制局のすざまじいデタラメ答弁聞いて、内閣法制局がこんなことになってしまったら本当に法の支配も法治国家もなくなる、ここまで、内閣に忖度をして法の解釈を歪めるっていうことに、本当に背筋がゾッとなるというかですね、内閣法制局壊れちゃってる、で内閣のためだけに奉仕するっていうことに本当に驚きました。菅総理は憲法15条ということを根拠にします。でも憲法15条は主権者である国民が最終的に公務員の罷免権などを持つということじゃないですか。国民主権なんですよ。それをなんで内閣総理大臣、国民の公務員に対する罷免などできるっていうのに、
なんで総理大臣がその拒否できるという根拠になるのか、これも凄まじい論理の飛躍ですが、多数決を取ったら何でもできるぞと思っている、多数決取ったら何だって許されると思っている、これも本当に怖いことだと思っています。声を上げられない社会、話し合うことが罪になる、こういう社会を作らないために本当に一緒に声を上げていきましょう。その立場で頑張っていきます。ありがとうございます。